2014年長崎県知事選挙は2014年2月2日に投開票が行われた長崎県知事を選出するための選挙。現職の中村報道の人気満了に伴う知事選挙。現職で2期目を目指す中村と共産党公認で同党検証機長の原口敏彦の西が立候補を表明した。主な争点は 伊佐派や安官宅事業問題への対応や一期四年の中村県政への評価など、各政党、団体の対応は共産党が党公認候補として党県書記長の原口を擁立。前回の知事選で中村へ県本部単位の支援に止めていた政権与党の自民党と公明党は両党ともに現職の中村を推薦することを発表。全面的な支援に出た。 さらに、前回の知事選で、中村の対立候補を擁立した野党の民主党も一転して、今回は前年の参院選で惨敗した党の再生を優先事項としたため、対立候補を擁立せず、同党県連が中村の支持を決定し、7人が乱立した前回、知事選から一転して、格闘相乗りの現職対、共産党公認候補による一騎打ちの構図となった。また、 自民党の支持団体である県能政連や民主党の支持団体の連合長崎なども中村を同様に推薦している。この他の政党は自主投票としている。西、届出順。今回の知事選の主な争点の一つである諫早湾間宅事業問題への対応や同県にも立地している原発問題への対応。 意識ダム建設問題への対応などで両者の対立軸が明確となっている。各候補の得票率投票率は40.72%で、7人による乱戦となった前回2010年の60.08%を大きく下回り、最低だった2002年をさらに9.07%下回り過去最低であった。当日の有権者数は115万4 0 0人で、 投票者数は469,857人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の中村は自民。 公明両党の全面支援をはじめ、野党の民主党や、同党の支持母体である連合長崎の支援も、受け選挙戦を終始優位に進めた。これらの政党、団体の支持層のほか、無党派層などの不動票も、確実に積み上げ、共産党公認の原口を大差で下し再選を果たした。共産党公認の原口は、中村憲政に対し、 自民党の言いなりなどと批判し憲政転換を訴えた。中村が反対する佐早湾の使用受けて防排水門の開門に対し、原口は開門賛成の立場を取るなど、対立事項を明確にし現職批判票の獲得を目指したが、中村の盤石な指示基盤には及ばなかった。ありがとうございます。